おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今週もゆるーく頑張ろう。昨日ね、やっと換気扇掃除しました。今日はね、豚こまから揚げです。これね、豚こま肉が 150g ぐらいで、分量はこれね、またね、後ろの方と概要欄にも書いとくね。そしたらここでね、一回ざっくり揉み込みます。もうこま肉だから漬け込まなくてもさ、味がねちゃんと入るから。片栗粉を入れて、今度はねしっかり揉み込みます。ざっくりとしっかりの違い。そしたらね、揚げ衣の片栗粉はもう適量です。適量、適当、どっちでさ、あのこの豚こまをさ、なんていうの、適当な大きさにして片栗粉をねまぶします。お肉の中に入ってる片栗粉はさ、肉がばらけないように。でこれは衣の片栗粉ね。これをねよか風にまぶすよ。でほうれん草をね、これひとつかみ強かな、ザバッと入れた。レンチンします。たらさ、水気が出てきてるから、キッチンペーパーでピッピッピッって拭き取って、かつお節がね、これ小さい袋を一つ、ポン酢はねちょぼっと、これをしっかりあえて、ほうれん草のおかかポン酢の出来上がりです。ウインナーに切り込みを入れます。今日のウインナーは色白さんでした。だし巻き卵の準備です。なんかさ、昨日もね暑かったなんか夏日ってさっきね、目覚ましテレビの人が言ってたけど、そしたらね、今日もね日中は24度まで上がるらしいよ。びっくり。11月も中旬じゃん。なのにさ、24度まで上がるって、寒い日があったりさ、こんな日があったりさ、もう体もびっくりよ。ついていけない。だし巻き卵から焼くよ。分量はこれです。そしてさ、私さ、だいぶ前から、それこそインスタのストーリーとかではさ、換気扇変えないと、換気扇変えないとってずっと言ってて、ね、言うのはただじゃん。言うのはただじゃんって。でもさ、なかなかこの重い腰が上がらんかったのよ。換気扇掃除をしないとさ、いかんがねえと思いながらもさ、見て見ぬふり、でも目に入って、嫌になっちゃうのよね、汚すぎて。昨日ね、ようやく変えました。もういい加減にしないと、あまりにも汚すぎたから、ようやくさ、あの掃除をしてマジックリンでザーって拭いてさ、あと枠は洗って、フィルターをはめてる枠があるんだけど、それはねザーってもう丸洗いしてした。でうちさ、換気扇フィルターをね、スターフィルターのを使い出してからね、中の白っこファンが汚れないからね、めちゃくちゃねいい、あのスターフィルターのやつはいいよ。もう何年使ってるかな。もうようやく換気扇を変えてさ、真っ白だとやっぱ気持ちがいいよね。夫にさ、見て見て真っ白純白って
って言ってね、一人でね喜んでました。そしたらはいはいって言ってた。やっぱ気持ちがいいね、真っ白は。うん、そらね、汚いよか綺麗な方がいいわね。なかなか本当に重い腰が上がらんのよ。体も重いけど困っちゃう。で、今度はね、あれ、ウインナー。このウインナーほんと色白でさ、先週だったかな、買い物行った時になんか美味しそうだなと思って初めて買ってみた。で、豚こまさんをあげます。これね、180度でだいたい4分ぐらい、片面2分ずつ揚げてる。なね、性格が出るでしょ。1個目はさ、でかくなってさね、こういうところね、適当なの。でね、裏返したらあと2分揚げるよ。で、夫のね、お弁当に入れた残りはね、子供たちがね、美味しいってね、食べてました、さ。で、これで豚こま唐揚げの出来上がりです。詰めます。大葉で仕切って、ご飯にはね、傾斜をつけてる。で、豚こま唐揚げからね、詰めます。なんかさ、やっぱこう立てかける感じ。で、キュッキュッて。で、もう一回大葉で仕切って、だし巻き卵は底上げをして詰めます。で、ウインナーをちょんちょんと。ほうれん草はカップに入れて詰めます。今日はさ、ミニトマトがとうとうなくなったの。私が買い物に行かないからだよね。ミニトマトがなくなったからさ、なんか地味な色になっちゃった。だからね、出たくないけどさ、野菜もあんまなくなってきたから、今日はね、近所の八百屋にね、行こうかな。八百屋がやっぱ安いしね。はい、出来上がり。今日はね、こんな感じのお弁当でした。そして、この後にね、分量と材料です。以上です。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは。良い一日を。